キュアサマー夏海真夏役ファイル財アさんお願いしますときめく常夏キュアサマーキュアサマー夏海真夏役のファイル財ですよろしくお願いしますお願いいたしますえ、私はやっぱりあのハートキャッチさんはちょうどあの高校生ぐらいの時に、うん 放送されていてい、えーあのー、エンンディなのですごいなんかご一緒できたって聞いた時にもすごい感動しましたし「あのー、ハートキャッチ」さんってこう香水で変身するところが、あのー「トロピカルージュプリキュアの」のメイクで変身するところにちょっと通ずるものがあってこの組み合わせはもう間違いないなって確信しましたね。 の皆さんが初めて出来上がった作品を見ての感想っていうのを伺ってみたいかなと思いましてここはせっかくですからクロストークで皆さんってワイワイとお話しいただけると嬉しいかななんて思うんですけれどもちょっとファイルーツさんどうですか、えー、いやめっちゃトロピカってるなって思いました <laughs> <laughs> すごい便利っていベッパの報道なの <laughs> 転びかってた <laughs> やっぱりその、まあ、お話全体の感想にはなるんですけれども、まあ、あの寒い場所のお話じゃないですかでもこう見終わった後ちょっとこう切なくもこう心温まるようなストーリーが魅力的でやっぱりシャロンのね シャロンといえばやっぱローラといっぱいお話ししていたけれどももどううだったた <laughs> ありががとうパス来でもそのローラでいうとやっぱりこの劇場の一本の中で大きな成長というかいろんな葛藤があってでも仲間たちに助けられてっていう本当に心情的にも大きく盛り上がってっていうこともあったので,でもやっぱ台本をいただいた時にもちょっとですか、ね、緊張というか。 あのー、素敵なシーンを任せていただけたなというふうには思いました。